石川彩子のジャンルレスラジオ。皆様こんにちは、バイオリニストの石川彩子です。石川彩子のジャンルレスラジオ、またまた始まりました。さて、5月から7月に開催されますジャンルレスコンサートシリーズに向けてお送りしてきましたこのラジオですが、本日が最終回となります。と言いますのも、今週からついにこのジャンルレスコンサートシリーズの1回目が開催されます。コンサートの話はまた後ほどゆっくりさせていただくとして、このラジオが今日最終回ということで寂しいですね。ニコ生や LINE ライブ、Twitter などでも皆様とこうコミュニケーションができてすごい嬉しいなと思っているのですが、またこうラジオはそれとは違う形で皆様とこうコミュニケーションが取れる本当に素敵な場だったなと改めて思っております。皆様ともっとこうして楽しめるような企画をこれからもどんどん考えていきたいなと思いますので、ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。それではまず一曲お聴きいただきたいと思います。石川彩子で Never Ending Story Meets Canon。 Never Ending Story Meets Canon お聞きいただきました。さて、ジャンルレスコンサートシリーズ、本当にありがたいことに全公演ソールドアウトしました。ありがとうございます。本当にね、嬉しく思っております。皆様の支えられております、ありがとうございます。そしてまずは今週、アニメクラシックと題しまして、私のアニメクラシックアルバムの中の曲から、なかなか普段は演奏していない曲や、また初めて披露させていただくアニメ曲など幅広い楽曲を演奏させていただく予定です。またピアニストは森岡博樹さん、とっても息がぴったりと合ったピアニストの方との寮となりますので、アニメの曲がアコースティック楽器によるアレンジでは一体どのように聞こえるのか、ぜひそちらもお楽しみいただけたら嬉しいなと思います。私としては進撃の巨人をピアノとバイオリンのアコースティックデュオで弾くとどんな風になるのか、すごくドキドキしておりますが、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらと思います。頑張ります。また今回はアニメ公演ということで、タオル回しとペンライト水晶公演となっております。久しぶりですね、ペンライトがある公演って、いや嬉しいなと思うので、ぜひ皆様いっぱいぐるぐるタオルを回してペンライトもいっぱい振って一緒に汗をかきましょう。そして終演後には握手会ですかね、サイン会、あ、やった、サイン会があるということなので、直接話できる方とっても楽しみにしております。私もサイン会、握手会の時間がすごく好きで、だって皆様とこうしてお話ができるなんて本当に素敵なことだなと思うんですよね。きっと
と出会えない、住んでる場所も違うし、きっと年齢も違う、職業も違う、何もかも違うのに、こう目に見えない音楽というものだけで出会って、それで一つの空間を共にして、こう言葉を交わすことができるなんて本当に奇跡だなと思います。きっと今こうしてラジオを聴いてくださっている方々も、私の YouTube での演奏動画か何か音楽を聴いてここに来てくださったのかなと思うと、本当に皆様とのこの奇跡の出会いに感謝しております。音楽を通して出会ってくれてありがとうございます。それではここで一旦 CM です。ジャンルの壁を壊し続けるバイオリニスト石川彩子、史上初のバースデーイベント、石川彩子バースデーパーティー2017がついに開催決定。6月17日土曜日、ベニーレベニーレ原宿にて、かつてない楽しい宴が繰り広げられる。一般チケットは残りわずか。問い合わせはタートルミュージック03-6427-6466。歓喜の瞬間を見逃すな。それではお便りのコーナーです。今回もたくさんお便りありがとうございます。まずはこちらから、静岡県のわさびは辛いさんからいただきました。ありがとうございます。アニメクラシック公演に参戦します。ペンライトを持っていますが振ったことがありません。1曲目からライトをつけてしまっていいんでしょうか。振り付けとか決まりがありましたら教えてください。とメッセージいただきました。そうですよね、ペンライト、こういうバイオリンコンサートで振る機会はあまりないかなと思うのですが、ぜひ1曲目からライトをつけて振ってください。で、決まりなど何もないので、もう自由な色で自由なリズムで、ぜひもういっぱいいっぱいペンライトを振って二の腕筋肉痛になってください。あ、でも1曲だけやっていただきたい曲があって、アクエリオンという曲ではぜひ愛に満ちた曲なので、それだけはペンライトを皆さんと一緒にピンク色に合わせてください。そしてアクエリオンという曲の中に愛してるという言葉が出てくるので、それは音に合わせて愛してるってフル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 と一緒にペンライトを振っていただけたらと思います。そしてもしよかったら愛してるっていう言葉も一緒に叫んで歌ってもらえたら嬉しいなと思います。わさびは辛いさん、ありがとうございます。それでは続いては大阪府のたこ焼き大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ボカロが大好きでボカロクラシック公演に行きます。おー嬉しいですね。楽しみすぎて毎晩眠れません。寝不足で辛いです。なんとかしてくださいなんとかしてくださいと、これはもうちょっと切羽詰まってますよね。大丈夫でしょうか寝不足は辛いですよね。夜ベッド入って寝れないと次の朝早く起きなきゃいけないと思うだけで、どんどん寝れなくなってしまうということもあるのではないでしょうか。そうですね、もう寝ないっていうのはどうでしょうかもう寝ない、一日寝ない、そしたらもう次の日多分眠くなるいい時間、夜の時間からちょっとずつ眠くなってくるんじゃないでしょうか。私実はこの方法やったことがあって、もう全然寝れなかったので、もう寝なくて夜からいろんな作業とかし始めたら、次の日のね夕方あたりからちょっと眠くなってきて、でそうちょっと我慢して夜まで待つと10時ぐらいから、ね、寝てちょうどいい時間になるなった曲があるので、もしよかったらたこ焼き大好きさん、この方法実践してみてください。それでは最後、このこちらの方いきたいと思います。埼玉県の玉ねぎさんからいただきました。シネマクラシック公演に主人と行きます。ところであやこさんはあられちゃんのモノマネできますか唐突なモノマネモノマネリクエストいただきました。ありがとうございます。
そうですね、このラジオ放送も今日が最終回ですが、この企画かな、一個やってみたいなと思います。あられちゃん、あられちゃんというとみんながよく知っているセリフがいくつかありますが、そちらでしょうか。ちょこっとだけではやってみたいと思います。キーン、うんちゃ、はやよ、だいちゃ、はい、こんなセリフでしょうか。セリフでももうもはやなかったなんとなくなうろ覚えでしたが、あられちゃんね、可愛いですよね。すいませんでしたこんなのにお付き合いいただき本当にありがとうございました。ということで今回もお便りコーナー読ませていただきました。それではここでまた一曲お聴きいただきたいと思います。石川綾子で Only My Railgun。 演奏動画を YouTube の方にアップしました今回はですね、アニメの東京グールってご存知の方々いらっしゃいますでしょうか。東京グールのオープニング曲アンラベルという曲を演奏させていただきました。この曲なんといってもすごい中毒性が高い曲だなと聞いていて思いました。この曲を練習していくとどんどん、なんていうんだろう、こう胸騒ぎがしてくるような、こう演奏していて怖くなる、鳥肌が立つ曲って私初めてでした。また音程のこう飛び方がちょっと普通じゃないんですよねたくさん何度も何度も何度も急に高い音にヒュンヒュンヒュンと飛ぶので、フレットがない楽器のこうバイオリンにとっては本当に演奏者泣かせの音の並びですが、本当にかっこいい曲なので、この曲をご存じない方にも大好きな方にもぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思います。また来月は私の誕生日当日6月の17日にバースデーパーティーを開催してくださることになりました。すごく嬉しいです。本当に楽しみで、この日を皆様とお過ごさせていただけるなんて、もうすでに胸がいっぱいで人生最高のバースデーです。さて本日のこの放送がジャンルレスラジオの最終回となりますが、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。これからもどんどん楽しいことをやっていきたいなと思いますので、もしよかったらこの YouTube のコメント欄に
今後どういうことをやってほしいか、どんな曲を演奏してほしいかなど、リクエストがありましたらぜひぜひ記入していただけたら嬉しいなと思います。皆様に喜んでいただけるなら何でもやりたいなと思っております。それではまた皆様にお会いできる日を心から楽しみにしております。聞いてくれて本当にありがとう。石川綾子でした。